みゆちゃんは何きっかけでゴルフ始めたの？私はもう本当に昔の会社の人たちに、うん、やるぞって言われて、うん、全く興味なかったのにもうゴルフ練習場に、うん、行ったことからですね。あ、そうなんだ。その時も全然打てなかったですけど、なんか緑を見れるだけでなんか楽しいみたいな感じで、うん、確かになかなか自然をね、そうなんですよ、味わうスポーツってないからね。でもずっと走ってました。確かに最初走れ走る走ってました。もう何本も持ってもやるんじゃないかと思いました。このままくっついていける何本も持ってました。何ですかきっかけは？きっかけはでも最初はなんか私ずっと音楽系で運動やったことなかったんで、大人になってもできるスポーツと思ったらゴルフかテニスかと思って始めてみたいな。いつからやられてるんですかゴルフ？いや、やった一番最初にこう手に取ったのは24、5歳ぐらいの時なんですけど、辞、うんうん、めちゃって一回もつまんなくて、でちゃんとやり始めたのは何年前だろう、もう6年7年前ぐらいかな。でこの2年が尋常じゃないっていう、でも月1とかそんなやってなかったんだけど、この2年が本当に人の10年分ぐらいやってると、ね、本当に結構爪爪でラウンドすると手痛くなっちゃったのにとかないですか？うん、腰がだから結構ティーショットは、あ、この撮影の時はちゃんとやりたいから、はいはいはい、けど素振りせずもなるべく負担を使わないようにと思って。あ、そういうか、なるほど。そうです、今まで運動やったことないのに急にアスリート生活。そうですよね、なのにめちゃくちゃ運動神経いいですよね。いやいやいや、そうなの、できると思う多分。一番アイアンで打ちます。やばい、あ、届いた。ナイスです、ナイスです。ちょ、何がやばいかが分からなかったっ す、 すごい面白いティー使ってる。嘘、そうなんですよ。乗っけるだけで乗っけるだけの。おう、いけー、頑張れ。うーん、やっただ。まあでもさっき一発で出たから大丈夫。もうずっと奇跡なんです、もう大丈夫、奇跡はまだ続く。じゃないんです。うわー、頑張れ。うん、でも出たからね。ナイスです、ありがとうございます。うまいっすね。いや出れば全然。これは奇跡を信じましょう、また、うん、どうしましょう。はい、うわ、惜しい、ナイスタッチ。入って入って、うん、OK です。はい、ありがとうございます。おー、ナイスです。手堅くいきましたね。ナイス、ありがとうございます。ダボ、ダボです。まだいける。はい、バーディー取りたかったな。いや、そうですよね。ちょっとあれでしたね、バンカー入っちゃいましたけど、でもね、ちゃんと一発で出て、うん、すごい、ダボで耐えて頑張ってます今。ずっと奇跡で全然実力じゃし、すごい頑張ってます。みゆちゃんはこういう撮影とか初めてです。あ、どうですか、大丈夫かなって、もうただただ心配です。なんか楽しいってよりかも大丈夫かなって心配。確かにちょっとハラハラしちゃうような。100切れそうとかだからハラハラしながら、まあ楽しく見てもらえてるんじゃないかなって。確かにシップインボギーもしちゃって本当にあれすごかった、良かったです。初めてです、あんなのも。そんなカメラに強い、カメラに強いです。そうですね、ちょっとドライバー綺麗にいきたいですね。リンゴルフっていつぐらいから見られてるんですか？私は多分コロナ禍になってから結構 YouTube を見るようになって。あ、そっか、ちょうどその時だもんね。なんか結構こうゴルフの頻度が、そうですね、そのぐらいからゴルフ関係の YouTube 見てたらそっから見つけて、うん、
たまに見るようになりました。うん、私も 1,2 年前ぐらいですね。可愛いあのインスタグラマーのゴルファーさんが出られてたのを見て、そっからリンクで飛んで見て、あ、こんなの 1年ぐらい前。そうですね、多分。誰か覚えてる？まゆちゃんです。あ、はい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 、ずっと見させてもらってて、はいはいはい、そこからきっかけです。結構見てくれて嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそ出演できて光栄でございます。いえいえ、すいません、ありがとうございます。こっちの時計タイプ買ったことありますか？私ずっと時計タイプで、そう、壊れちゃって、そうで、なんか覗くやつすごいなと思って使ってみたら、そう、なんかあそこまで何ヤードだろうって分かる。これはもうグリーンの、ね、まあ、メーカーにもいるけど、グリーンまでのあれになるから、そういう時に結構いいかもって気づきました。でもちょっと面倒くさいですね。あ、時計すぐ見れるからね。はい、そうですね、悩んだんですよね、どっち買おうかって、うんうん、でも全然時計でも、時計でも、うんうん、うん、いいと思います。よいしょ、ありがとうございます。大事です。大丈夫です。ありがとうございます。めちゃくちゃ切れます。右の方がまだそうですよね、うん、やるよりも、うん、持ってる。やりました。なんで？あんなにまっすぐ。すごいね。しかもこれメンズじゃない？そうなんですよ。そうだよね。そうなんですよ。メンズも。そうなんですよ。すごい。なんか、レディースの方がいいんじゃないみたいなこと思ったから。あ、そうなんですか。軽いから、振りやすい。あ、まあ、レディースですか？最初レディース使ったけど、最近メンズに変えました。そうなんですね。170ヤードで、ユーティリティの4番です。うん、持ってきた。よかった、ありがとうございます。さあ、いや、多分フェアウェイに行ってたら狙えたラッキーロングだったんですけど、ちょっとそうですね、木が超えちゃったんで130ぐらい打ちます。ユーティ打ちで木がね、かかるから左に出します。やばい、飛びすぎてる。大丈夫です。107.5 ヤードで9番です。手前に落とすイメージで、はい、届かないんで。うん、大丈夫ですか？あ、ちょっと短いですけど、うん、やりました。47ヤードです。56度で打ちます。バンカー超えるぐらい。やばい、おお、ギリ。危ない、攻めすぎた危ない危ない。これ上手くしてます。40ヤードで56度です。鳥と、また入っちゃうかと思った。あー、よかった、寄せれましたね。うわ、手前すぎた、やばい、事故なしです。もったいない。バッキーロングで、あ、ちょ、早い、バカ珍しい。何をしてるんでしょうか。あ、弱いか。先失礼します。ナイスインです。安いですね。安い、もったいない、このフォーム。そうですよね、うん、OK です。はい、耐えました？耐えてるんでしょうか。そうか。もったいなかったですね、このホールは。本当ですね。距離短いのに。全然女性でもバーディー狙える
あれだったの。むしろイーグルも狙えちゃいそうな、ね、コースだったのに。残念。残念です。いいよ。はい。テイラーのステルス結構やっぱいいですか？レディースですかこれ？これはメンズです。あ、そうなんですか。けど、なんか私のラウンド数が年間200ラウンドぐらいするんで、もう前のやつは2年前のだったけど、多分人の、まあ言ったら2年間ラウンドだけで400ラウンドしてるじゃないですか。って言ったらもう結構、そうですよね。ひどいことになりまして、なので、まあ何がいいかあんま分かんないんですけど、テイラーで来たからまたテイラーで最新のクラブにしようと思い、それました。すごい。なので、また2年後、変化されるかもしれません。なるほど。全部ステルス。全部ステルスです。はい。アイアンも。アイアンもです。ウェッジだけ。あ、本当だ。おお、冒険。はい、冒険。タイトリストの冒険でございます。でも本当に買い替えたのが半年も経ってないぐらいなので、まだあんま慣れてないんですけど。でもさっきの良かったですよね、アブロシネ、はい。ありがとうございます。ビタッと止まって。ありがとうございます。ナイスショー。ありがとうございます。ナイスショーです。こっからです。かっこいいです。いや、ます。頑張れ。頑張れ。すげえ飛んでんな。めっちゃ行ってます。補足ですね、さっきから。大きそうですね。腕叩いちゃいました。しちゃった。どうだろう、どうなってるんだろう。61ヤードです。良さそう。うん、すごいなんか食った音。はい。行ってみよう。ギリギリじゃないですか。よかったよかった。いやあ、まあ、うん、また短いかな。頑張れ。オッケーです。ナイスです。うまい。ボギー。ありがとうございます。パター上手。本当にもうたまたまですね。本当に。なんか感覚いいっすよね。そのまあバンカーとそのパターが、うん、強いんですよね。あ、強くてもうどんどん。だから入ってるの。ありがとうございます。届かない。すごい。ありがとうございます。またなんとか乗り越えました。もういつ落ちるかわからないですけど。いやー本当ですね、ずっと欲は求めずもう密を、いや本当にすごい、ドライバーに始まり、いやいやいや、ありがとうございます。